到着しました。今日はペイジャパン、まあ見た感じ雰囲気で伝わるかな、ハッピーな感じになってますよね。それでは今日のペイジャパンは、核の家を旅するということでね。はい、なんか問題あります？いや、その、うん、問題ある。ジャパンを旅するみたいな、うん、ジャパン、え、核の家どこにある？まあまあまあ、ジャパン、ジャパンやの。だから核の家は、まあ、ジャパンを。え、あのね、忙しくなった忙いや全然その言うほど忙しくないの、うん、ないんですけど、うん、あの忙しくはなってないし、あの、うん、金もないっていうことで、うん、で今あの動画もない、うん、素材がない、うん、ということで、あの急遽家を旅しよう。まあルームツアーって言いますよ。ルームツアーってよく言うでしょ、うん、まあだからそれもツアーの旅ってことは、まあ、ツアーってことやから、うん、まあ、核の家をツアーしようかな、うん、行ってまいります。ペッジャパン、ペッペッジャパン、ペッジャパン、ペッペッジャパン、ペッジャパン、ペッペッジャパン、ペッジャパン。順番合ってる。おお、夏終わったまだです。夏終わってない？夏は今始まりました。右三倍だ。はい、つけてるから。うん、夏終わって2万に過ごしてる方ですか？そう階段上がってすぐ空き巣がよく入られる。空き巣がよく入ります。空き巣2回やってるから。ここあのこれ届いてました。君がはい、今ちょうど君が届けてくれたってこと？はいはい、アマゾンのアマゾンの方、はい、配達それは何？あれは、れな何とか。それは何？触れられてないよ、一回も。え？この街では。おかしいじゃん。で、じゃあちょっとルームツアーってことで、入りました、入りました。旅をするチャンネルですよね。まあ、ルームを旅するルームツアーってことでね。近場でね。はい、じゃあまず玄関からね、見させてもらおうかなって。はい、はい、でまあこんな感じで、なんかちゃんとしてるな、うん、てかな、いい匂いやねんな、かくんち。いつもお前が臭いだけだろ。いや、そんなことないよね。かくんちいい匂いだ。お前が臭いから余計匂うだけだろ。俺が臭いのか分かんないけど、お前が臭すぎていい匂いが逆に入ってくるだけだろ。すごいいい匂いだなっていつも思います。お前それだろうは。ここ開けます。隠れてないか、女は。その女の影とかじゃなくて、女がここに。女が隠れてないか。女は隠れてない。すいません。あ、靴ね。靴多いね。幼児山本とかもあるもんな、お前な。幼児山本のとかあります。社長からもらったやつ。社長からもらったやつです。はいはいはい。で、多分、どうすか、こだわりポイントとか、もうどんどん。あ、どんどん行っていいですか、うん、まあ、キッチンはマット、これファンの方にもらったやつとかあるんですけども、うん、これおーこれね、これだって元々、ね、真っ白だったんだけど、これうんうんうん、ベッチと二人で貼りましたカメラマンのね、マジ重いですちょっと喧嘩とかしたりしてえ、ベッチとはい喧嘩しながらここでここから始まって、ここら辺で喧嘩して、ここで仲良くなりました。ああ、よかった、最後の。よかったです。これ、何、自分で？これは、あの、ティームで。ああ、はい。紅生姜さんとか、うん、CM してるやつ。うん、ティームで買いました。へえ。2000円ぐらいでね。大丈夫なんすか、あれ。なんか情報漏洩がされるとか。とか、僕は、ジンから聞いたのは、発がん性物質が、うん、チームに、うん、チームから送られてくる商品にはとかあるっていろいろ聞きますけども、はい、僕はチームをおすすめします。CM はい、お願いします。あれ吉本さんよくやってるから、お仕事ください。はい、キッチンで、どうで、すごいね、包丁これね、これこだわりですよ。オーストラリア研修、旅行ね、行った時に、これやってて、うんうんうん、真似してみました。だってあなたもともとあれですもんね。はい。料理人と言いますか。うん。辻町行ってましたもんね。こんな感じで。
え、こんな感じで切ってたってこと。こんな感じでやってました。全然切りなさそうだけど。ということで。ということでね、うん、ここにも写真貼ってて、うん、元カノの写真とかも。これ元カノ？え、そういうイラストじゃなくてモデルとか。元カノの写真です。元カノの写真。元カノがあのでかいマグロみたいな魚を、なんかビーチ行った時にボケてきて、泳いでこれ。めっちゃおもろいよ。はい、爆笑。え、元カノとか別れたってこと？ちょっとね。お前手放すなよ、そんなおもろい彼女。すいません、これさすがにこんな子怖いでしょ。いや、おもろいよ。結婚見えますこの子と。いや、俺結婚が見える。結婚だけ見える。結婚だけ見える。うん。これちょっと元カノ、でも爆笑しちゃって撮っちゃいました。ああ、そう。もう、はーって。それ、そのままそのままとか言って。そのままそのままってこれ。おもろい元カノやな。元カノですね。で、この子がきっかけで料理始めて、これ。魚さばいてみたいな。さばいてみたいな。彼女が取ってきた魚をさばいてみたいなっていう思いから。ここまでと繋がりました。ああ、はい、繋がってんねや、うん、お前。やっぱ料理とかね、こう、キッチンもすごいですから。いっぱい食器集めてます。確かに食器こだわってるな。まあいいかいいか。まあまあいろいろありますわ、ここに調味料。調味料とかね。はい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 。案外ちゃんとしてますよ。はい。綺麗好きではあるもんな。ちょっとね、汚いとか臭いとかがもうほんと無理で臭いとか汚いとかも。あ、じゃあこっち喋ってる、ね、今こっち喋ってる、ね、臭いとか汚いとか喋ってるやつ取れ、喋ってるやつ取れ。なんでお前、うん、なんか嫌なんすよね、ずっと最近横が臭かった。だから家帰ってきてます、ちゃんとすぐ。もうこいつがもうね、嫌なんすよ僕。早く家に帰りたい。うん。で、臭い、こいつ喋ってんねん、ずっと。臭い、汚い。臭い、汚いって俺取んだよ。臭い、汚い。虫歯がある。虫歯あるやろ、お前も。お前もあるやろ。脇が。脇がじゃない。脇がじゃない。まあ、脇がだけやめろ。こっち行きますか？うん。こちら、トイレ、洗面台。ちょっと待って、待って、待って、待って！いないわ。女を探してるのは何ですか？女いないな。女の影を探してください。彼女おるよって言わん。女を探お前、彼女おるよって言わん。俺彼女おるよって9番街さんみたいな言わん。どっちも女横浜の横あれなんであんなに言ってるの？おらへんやここに。おらへんね。綺麗にしてますね。いや、全然綺麗にしてますよ。柔軟剤は何使ってるの？あ、柔軟剤はこちら、イロカ。イロカで。あ、イロカのネイキッドリリー。俺もそれ使ったらいい匂いになるかな。なるか。なんでだよ。いや、同じの使ってる。使ったらなるやん。お前、服とか関係ないね。体が臭いんだから。すいません。すいません。これとかもいいね。うん、まあ、これは、なんだったっけな。あそこ、ダルトンで。買いました。ああ、ダルトンね。ちょっと高けど、ちょっとおしゃれだね。はい。なぜこんなにいいものがどんどん買えるか。そう、ちょっと気になります。教えましょう。なんかもしかしてやってます？オンラインサロンとか。とか、ちょっと稼いでるんじゃないかって、うん。ノートとか売ってます？同じ収入で同じバイトのようですもんね。はい、なぜか教えましょう。はい。親が太いから。ああ、言っちゃった。珍しい。親が太めだよ。はい、はい、親でーす。親。車さん、煙さんほどではないよね。うん、あの、ゆるく太い。あ、ゆるく太い。うん、ゆるく太い。はい、メイン、ね。来ました、メインストリート。ちょっと、わーって撮る？わーって。バーってこう、バーって。バーって撮ってる。周りバーって。俺バーって撮ってるやれ！なんて言ってんの？俺バーって撮ってあかんやろ！それなんで？今バーって撮る人ある？これほんで。あー、いいね。はい、注目ポイントありますか？注目ポイントはこちら、やっぱポスターですかね。ポスターすごいね。この流れ、こうこれこの家とてつもなくその壁が広いので、うん、あのロフトがあるのでね、こう吹き抜けというか。確かに天井高いね。これ貼っちゃおうよって、こう1、2、数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9。お前は何枚？いや、そういうことなんだよね。何がマジで何が腹立つだ。
何された、俺今どういう滑らされ方された。なんかここも結構あれやな、これだってあれ同期の、元同期の桃の実が誕生日にくれたマカロニの絵です。最近やってますね、うん、マカロニくん、マカロニくんっていうネタやってるから多分マカロニをくれたよな、それ。はい、そうです。で、これは直人北村、これシンプル有名な人の、お前好きやんな、これ4万、4万4万4万え、うん、売れてんのお前。売れてない、借金して借金して4万の絵。だこれも一緒や、これはでもすごいもんな。これ注目ポイントです、うん、これあの専門学校の時に仲良かったやつが最近あって、うん、半年かけて描いた油絵があるって言われて、うん、これもらって、うん、誕生日みたいなんで、なんか世界平和っていうねって言われるんだけど、その何にも感じひん、俺も何にも感じひん絵ちゃう。俺も何にも感じひん、これ何にも感じひん絵すぎて、でもその半年かけて描いたからって言われて、ありがとう。いや、こいつが有名になったら分かったふりできるかもしれない。で、そいつ別にあの画家とかじゃないで。え、素人の、ごめん。あ、素人の、だから分かろうとしてなんか、いや、じゃ素人の半年間かけて描いた油絵。いや、それはもう、いいですわ。何も分かろうとせず。分かっても価値がないからね。正直いいよ、これは。はいはい。これは俺があげたやつですよね。あれや。動いてないやん、もう。うん。これ動くやん。これ動くよ。動いてない、うん、動かしてない、うるさい。ちょっとね、これ動くやんな、カチカチカチ、うるさいから止めてる。はいはいはい。あ、まあここデスクですか。ここデスクですけども、別に作業という作業もこれだから料理とかね、うん、ありますけれども、これ、うん、これ何ですか？これ邪魔なんすよね。言うな。マジで。俺が誕生日であげたやつ。これマジで邪魔で、ずっと俺サボテン欲しい、サボテン欲しいって言ってて、誕生日の日にでっかいのトイレバーって開けたら、わ、サボテンやと思って調べたら、これサボテンじゃないんすよ。大運格。偽物？中国の。高いよ、でも。繁殖力がエグいらしい。中国で邪魔者とされてます。もう、大きくて大きくて。だからお前サボテンと思って育ててたら枯れてきたやろ？そう。サボテンと育ててからです。そう、ほんで調べたら大運格やったから。うん。で、今、死なそうと。水4ヶ月ぐらいね。死なすのよ。死なす必要ない。めっちゃいきます、こいつ。ちゃんとしたサボテンなんで、ちゃんと水とかをあげてます。あ、これ本物なん？これ本物だよ。嘘かと思ってた、これ。これサボテンや。これ水あげてる、ちゃんと。ほら、生き生きしてる。これとか、どこで買ったん？こんなキモいやつ。いや、これだから、このサボテン買ったとこで、セットで売ってんねん。いくらっすか、これ。これでもセットで1万ぐらいじゃん。高いって全部2,000〜3,000やって、若手の買い物。そんな、親と行った時もうなくなってきてますけど。それ高いの？いや、これ別にそんな2,000円。どこで買えるこれ？いや、教えへん。いやその店の、その店の人に舐められるから、俺が。いや、お前に教えられてるとか言わない。こんな臭いやつ連れてきたって思われたくないから、俺。ムスクサボ、ね、匂ってみよう。いや、めっちゃいい匂い。あ、かくんちの匂いは、これは。どっちが勝つかな。真ん中通ってみるわ。くさ。いや、もう言おうとしてたよ。嘘みたいな臭い。お前やめて、それ。そのさ、嘘みたいにやめろっていうことによって、嘘みたい。臭くないって、視聴者に。臭くないから、うん。ほんまに臭いから。びっくりするから。もうやめよ、俺臭いとか笑えへんから。お前がさ、よくこう来てさ、寝転ぶとかさ、うん、するやん、このヨギ棒で。寝転ばしてくれへんけどな。絶対寝転ばさんねんけど、勝手に寝転んだ時はその日すぐ洗濯する。なんで？
あ、ちょっと汚れてたりする？あ、臭いから。汚れとかは別に気にならない。臭いからさ。まあゲームとかあんまりか。うん、でもあんまりせえへんな正直最近。でもできるだけテレビはでかくしてます。でかいな確かに。45インチ。45？ はい。欲しい。45。これもうあの実家から回ってきました。45欲しいじゃん。交換せえへん。45と俺の32。45とお前の大切も大切なもんでいいよ。何や草柱とかあげようか。俺の匂いの元は。え、お前草柱？草柱持ってるんだから。鬼滅みたいなもん。え、お前草柱、うん？俺の草柱あげる。どっちがいい？俺が草柱になるってこと？うん、お前草柱。え、なんで大切なん？アイデンティティや。いらんやん。草柱なんか。いらない、いらないっす、すいません、ちょっとこれはまあ2階は2階いいよ、全然2階というかロフトっすね。うん、俺何気にほぼ初めて上がるな。いや、それあげへんやろ、ベッドあんねんから。こんな臭いやつ言い過ぎちゃう。でもこの木のやついが、いや、ここや、これ上から見てほしいな、これこの高さ。うんうん、ちょっとお前下降りてみて。いやいや別にいいや、お前ちょっと下降りてみて。だるいね、もう今上がったばっかり。ちょっとな、距離感が分からへんねん。俺寝転んでみてや、そこで。ああ、もう洗濯や。お前洗濯や。これでも上からええからな、この広いね、高い。あ、高そうに見える。うん、高い、めっちゃちっちゃい、まあ、高いよな天井。うん、帰ってきて、急いで帰ってきて、急いで帰ってきて。え、だいぶしろ、だいぶしろ。ああ、臭い。何してんねん。やめてよ。臭い。もう洗濯。お前なんで自分の匂い嗅いだよ。なんか、俺が臭いんかなって。思う時あるけどな。そんぐらい。臭い人おったら、思う時あるけど。それ俺毎回一人させてんのか、俺。うん、それ、俺があげたやつやな。これ、なんでくれたの？サボテンといい、これといいさ、置かなあかん、もうさ、これね。鍋や、それ鍋欲しいっつってて、俺結構気合い入れて2万ぐらいする鍋あげたら。なんかめっちゃむずいねん、これ使うまでが。使うまでがむずい鍋。ステンレスの鍋がいいんで、使ってないです。使ってないね、こいつ。すいません。あ、まあこんな感じか。